タモリと申します。あ、どうも、タモリですよろしくお願いします。よろしくお願いします。動物の写真ばっかり撮ってます。あ、でもわけじゃないけどね、はい、そう、趣味が動物園なんで。趣味で撮ってらっしゃるんですか。うん、あの子供の時から動物園が好きで、でなぜか40歳になって、はい、ちょっと日本中の動物園行こうかなと思って、と思い立って、そこから時間を見つけては、もういっぺんにまとめていくとつまんないんで、はい、あえて時間を置いてずっと、なんか長く日本旅行を楽しもうかなと思って、はい、1年間に 4,5 箇所ぐらいずつ、もうちょっとかな、でトータル十何年かかかって、一応ある程度のサイズは全部回った。すごいですねすごい。最初はどこに行かれたんですか。最初は仙台ですね。その仙台だけかな、雨降って。 あともう一箇所あるわ、仙台ともう一箇所だけ雨降ったけど、全部で60箇所近く回って、2箇所雨 で仙台は雨のせいであんまり撮れなかったから、はい、これ全部回り終わった後にもう一回来ようと思って、はい、もう一回最後に行った。ああ、そうなんだ。でさ、12年も経ってるから、はい、動物園が勝手に進化してて、うんうん、勝手に進化っていうか、こう動物園を改造したてで、まあ、あのすごく綺麗だけど閑散としてたわけよ、動物園が、あの木々が。動物自体は変わらずに。動物は死んだり生きたり、途中で地震があったりとかあったから、はい、変わったんだろうけど、それよりも動物園が木々が大きくなって、はい、12年分大きくなってるから、全部大きくなって、はい、すごくなんかこう森の豊かな動物園だって、はい、あれ動物にはちょっと結構いい、それいい、いい方だ、いいです、ね、すごくいいと。最初行った時はなんか雨降ってたし、はい、なんか木も植えたてばっかりだったから、ちょっと寂しい、細い木だった。それがはもう森みたいになって、森の向こうにちっちゃく象がいたり、うん、キリンがこう木の陰に隠れたりってする動物園なんて、すごい面白かった。キリンもいるんですね、うん、なんか本当は回ったところもう一回回ったらもっと面白いかもしれないけど、はい、ちょっともう12年ぐらいで、タモリさんは、はい、動物。あ、そう、私はたまたまその今回の来年タイでする、うん、あのなんだっけ、あ、動物園を、そのパタ動物園っていうタイの動物園をテーマにした展示をやるんですけど、うん、まあ、今回たまたま動物園っていう感じで、特にあの以前動物が好きなんですけど、動物園にすごく行ってたタイプではないんですけど、うん、まあ、逆に言うと、ちょっと動物が好きだから、うん、あんまり動物園に行けなかったタイプっていう感じで、小さい頃に行ったけど、でまあ、上京してきて十何ちょっと前なんですけど上野動物園に行ったっきり、うん、十何年動物園に行かず、いはい、で今年そのタイで知人に連れてってもらったバンコクの動物園が結構衝撃だったので。 どういう感じで衝撃？デパートの、タイのデパートの上にあって屋上にあるんですけど、屋上が8階 でその下が7階で、7階と、あ、まあ、その下にはもう本当洋服売ってたりとか、普通に日用雑貨、下着とか、うん、まあ、普通に化粧品売り場とか、まあ、昔日本のデパートの上には遊園地があったような感じで、それが動物園になってた、はい、しかもほぼそのデパート自体も寂れてて、ジムとかあるけど誰もいないみたいな暗い感じの。日本も動物園じゃない、デパートの上って大抵ペットショップがあったり、あ、本当ですね、今も植物園、はい、植物とか売ってたり、あのガーデニング用の植物売ったりするけど、はい、もう本格的な動物園が全部動物もう檻とかすごい使われてて、しかも狭いんでね、あの百貨店の広さしかないんで、しかもその中心部じゃない郊外の60年代ぐらいに作られた建物なんで、なるほど、ちょっと狭い。今後そこはどうなるんだろう。どうなるんですかね、ちょっとわからないですけど、でも多分何も、周りの人からは結構旅行者とかはどうなのみたいな
このままでいいのかみたいな、私みたいに私もちょっと疑問を感じてるんですけど、うん、そういうなんかサイトが立ち上げられてたりとか、うん、動画がアップされてたりはするんですけど、うん、動物の種類が多いんですか。動物の種類は、そんなに私が見たのは行った時点では鳥とか猿とか。鳥、猿。あ、はい、鳥がすごいです。あのアジアの暖かい方。 あと何がいたっけ。ゾウはいないでしょ。ゾウいない。屋上にいたらやすごいです。階段登られたりしてる。本当ですね。タイってゾウが本当街中にもいて、街中にはいないかけど、相手が行くといっぱいいるし、あ、なんかこうトレッキングもしたことあって、うんうん、あの田舎の方のチェンマイ、チェンマイかチェンライかどっちだっけな、で山のトレッキングをしたりしたことあって、あ、だから結構触れ合ってた動物には。だから野生、そう、野生じゃない、じゃないです、もう、ね、もう飼育されて、もう本当になんかペットみたい、ペットかな、なんかみんな仕事してる感じ。あ、じゃあ本当生活と一緒に共にいるぞみたいな。だから動物の家があって、昼間はさあみんなで出かけて観光客を乗せるために、はい、その相手ではその象のその飼育場も見に行ったのね。飼育場っていうかその飼ってるところも。でそこであの実は僕アーティストのジャケット撮影でタイに行ったから、はい、で動物象と一緒に撮りましょうって話で、象を借りる手はずを取って、はい、でじゃあ象を借りるなら象をとりあえずリクエストするために見に行こうって、はい、象を飼ってるところに見に行って、キャン的な感じで、ソロキャンで、でサイズとか顔とか見て、はい、じゃあこの子って選んで、顔もちゃんと見るんですね。そう、コンディションっていうか、そうそうそう。でちょうどアーティストが背中に乗ったり上に乗ったりするから、はい、まあ、それにちょうどいいサイズとか、画面に大きすぎてもね、そうですね、ちょっとバランス、あんまりバランス悪いから、ね、それにちょうど一個を探しに行って、なんでこう普段の生活してる、はい、その象たちが生活してる場所も見に行ったわけ。ただちゃんとこうみんな一列になって道路を歩いて、はい、その普段生活してるところからテク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 歩いて観光スポットまで行くわけよ。でそこまで行くと観光客が来て、もうカールガールこうの背中にとっては街を、アユタヤの街を回る。すごいなんか馬みたいな感じ。もうすごい可愛い。可愛いですね。で家に行って、で小僧が、ちっちゃい象が、はい、そんなにガチガチに縛られてないから、うん、僕らのところに遊んで遊んでってくるわけ。かわいい。でむちゃかわいいわけって当たってくる。そしたら、隣、そばにいる親象、まあその子の親じゃないみたいだけど、はい、大人の象がお尻をパンって、尻尾で、あの鼻で叩いて、でいい、それでシュッてなるとかね、まあ、そこにはね、ちっちゃいミニマルな生活が存在してて、ちょっと面白かった。ちょっと興味深い、うん、まあ、屋上にゾウがいないのは当たり前。あの以前トラはいたらしいです。トラはいた、そうなんです、ちょっと写真があるんで、はい、あ、見れないですね。写真で撮ってる、写真をちょっといくつか、そのパタ動物園っていうか、うん、あ、すごい、これがちょっと Google Earth で見たやつなんですけど、これは Google Earth なんで、この高速道路みたいなやつ、まあ、この下にさらに道路があるんですよね。下にマックとか普通にある感じ で下が入って、この長いエレベーターで登っていくと上に、ここに、そうなんです、あるんです。ここが多分ヘリとかちょっと夜行性の動物がいる感じですね。え、その塔の中にいるんですよ、ヘリがいるんだ。
もう本当に3メートルぐらいの蛇とかがもうすごいんですよね。こんなにいるんだって区切られていっぱいいて、さらにコウモリとかいて、でもその夜行性のところは結構雑っていうか、普通に動物と一緒にゴキブリとかも結構一緒にいたりとかして、結構かわいそうな一匹だけ檻の中にいるとか、そういう状態ですね。そのさらに上を行くと、そのさっき言ってた鳥とか、サルとか。この下の広いとこじゃないの？あの上の、あ、こっちかなあ、これですね、これそれですね。あ、でも、あれ、どっちにもいるの？こっちもいた。あ、こっちかな、こっちですかね。あ、こっちかな、すいません、こっちですね。確かにこれ狭いですね、うん、あとね、ここが夜行性かな。あ、下が夜行性。これなんだろう。そうですね、緑があるから、これですね。あとフラミンゴがいます。フラミンゴとフラミンゴで、前はクマとか、トラもいたみたいなんですけど、今はちょっともういなくなって、死んじゃったのかなと思いました。ペットショップになってるわけではないの？じゃないんですよね、本当。お金払って、お金払ったら買えるとかじゃなくて、じゃないんですよね。なんかペットショップはないけど、なんか置物とかのお土産は雑にすごい置いてあります。ここ一回、ここですね、入り口、こんな感じで。あ、これが高速道路で。そうなんです、この上に通ってて、はあ、結構排気ガスとか大丈夫かっていう、ここがそんな感じです。アジアっぽい鳥が多いです。もう一足、あ、トラいるじゃんあ、これはちょっといただいた写真なんですけど、あ、前はいたってこと。そうなんです、すごいガリガリな、この時はガリガリだ、ガリガリな状態でちょっと死んじゃったのかなって。オレウタンはいるんだ。あ、今も、はい、います。トラだけいただいたの？トラ、はい、あ、すいません、トラはいただきました。あ、オキツネザル。あ、この子マンドリル。あ、マンドリルって言うんですね、ちょっと名前がこの子も今いないみたいで、これもらったやつとか、豚もこれももらいましたね。豚もいなくなっちゃってましたね。これアグー豚みたいな、なんかアジアの豚だよね。ああ、そうなんですね。このなんか斑点がある感じですかね。この子も今いない感じです。でこれがさっき言ってた7階の、これ多分もともと爬虫類系がいたと思われるんですけど、この中何もいなくって、やっぱアートセンターが入ってなんか華やかで可愛くしないとダメだよね、ちょっとね、本当は大変なことですねこれ。これね、私がいた時誰も、雑伐としすぎて怖いもんね。スタッフの人とかもいなくて、私一人でなんかお化け屋敷はちょっと怖かったです。この奥に行くとコウモリとかのブースがあって、そこはもう電気すらないっていう感じです。なるほど、はい、こんな感じで羊とか、この鳥とかをちょっとストレスで結構かぼさぼさなんで、すごい人が来ると結構バタバタしちゃう感じでしたね。なるほど、はい、こんな感じです。ひどいね、ちょっと。確かにそうなんですよね、もうなんか顔がやばいな。なんか楽しいのかなとかも、ちょっと目とか見てると悲しい感じに。確かそうなんですだけど、この状態でも猿は結構増え続けてるみたいで。本当、そうなんです、繁殖力が強いんだね。強いですね。これも回ったやつ、かなりガリガリな。本当、体痩せまくってるね。もう皮状態ですね。こんな感じで。そう
か。ここでちょっと展示が生まれた企画がちょっとこれはちょっとパンチが効いてるなっていう。これ見て絵を描いちゃうんですか。そうなんですね。あのいつもスケッチブック、まあ、どうせならスケッチしようみたいな話を、まあ、そのタイの人と話してて、うんうん、その方がたまたま、その方もアーティストでキュレーションをしてたので、うん、企画をやろうっていうことになって。そうか、うん、そのおかげで。それは展示はどのあたりだろう。この人がいないただではやらないんですか。ただでやれたらもうすごい楽し、私的にはかなり やったって感じですけど、まあ、ちょっとギャラリーは、まあ、バンコクの中心のパタドーブでちょっと逆側というか、うん、ちょっと離れたところ、うん、近いといえば近いですけど、まあ、近いと近いですよね。そうですね。あのここが言えば川崎みたいな感じかな。あ、そう。そんな感じですよ。そんな感じですよね。そんな感じですね。そんな感じだね。川崎ちょっと手前、横浜ぐらいなのに的には一緒ですか。一緒ですね。川向こうな感じだもんね。そんな感じですね。はい。そうなんです。衝撃的な。そうか。はい、近所歩いたことあるけど。まさかこんなところには連れてもらえないですよね。動物園があるとは。しかもなんかネットで見ても星2つとかなってるんで何か意図していかないとちょっとそれいかないね。そうですよね。厳しい感じですけど、デパートのオーナーが好きでやってる場合が多いんじゃないかな。あ、そうだと思います、うん、なんかカメラとか大きいの持ってると、うん、そのなんかジャーナリストを警戒してるらしくって、あ、ちょっとあのスタッフの方がそわそわ、あの日本人何やってるのみたいな感じには、なんかすごいなんかフレンドリー話しかけてきてくれますけど、何やってるのみたいな。へえ、怖がるよね。そうですね、ちょっと言われるんじゃないかな。ダメなことやってる意識はあるのかな。あると思います、多分。あ、うん、日本でもその動物園によっては、はい、その変わっていい環境の基準がどんどんできてきてて、それを満たしてないところはその動物が亡くなるともう飼えなくなったり、はい、ああそうなんですか、うん、亡くな、じゃ飼ってたけどもう亡くなった時点で、そう、もうあの生きてる間はもう仕方ないになってて、あ、例えば井の頭動物園に花子、はい、去年亡くなった、うん、あ、花子が亡くなってもあそこにはもう二度と象は来ない。ああそうなんだ。そう、だって動物、その花子を飼っていい環、花子じゃない、象を飼っていい環境ではないからだと思う。ああ、そうですね、そう言われてみると。で長生きするじゃん、象なんて60年とか70年とか生きるから、その中でずっと一人、最後一人ずっと一人、2頭飼えるサイズでもないし、でましてや飼い足しはできないわけ。引き取り手があったら本当はいい環境に移してあげた方が良かったかもしれないけど、ね、みんなも花子好きだったしね、ファンがいっぱいいましたね、うん、ずっといるっていう。だから生きてる間に環境を良くしてあげればね、もしかしたら次の子けど、象を飼う環境ってすごく厳しくなってて、うん、ああそうなんですね、うん、下がコンクリートじゃもうダメになったりとか、あの、じゃあ結構オスとメスは絶対両つがいで飼わなきゃいけないとか、なんか細かいルールがいっぱいあって、やっぱり生きていく最低限の、うん、そう最低限、そうですよね、国際法があるかどうか知らないけど、その暗黙のルールがあって、だからこういうところもなくなったらもうそれで終わりなんじゃないかな。だから増えてない。増えてない。鳥はとりあえず、鳥はすごくいる。鳥に対してのあれがないからじゃないかな。そうですね、きっと、うん、で猿とか鳥はバンバン増えたりするとすれば、それは繁殖させてるっていうふうにも言えるし、そうですね、極端なこと言うといっぱい生まれるとあちこち売ってるのかもしれないし、ね、はい、ああそれはありそうですね。そうですかね、ちょっとブリーダーをしてる状態になってる、はい、なんか昨日ちょっと調べてて、うん、タイのトラについて、うんうん、その密売してるんじゃないっていうみんなのを見かけます。ね、だから、うん、それ目的でまず買っ
ってたりとかね、この子だって白線にするためにとかの目的が別個にあるのかもしれない、あるかもしれない、うん、ちょっと否定はできない雰囲気は、下手したらブラックだね、本当ですね、つながってるかもね。私結構なんか、まあ、ただ動物園がちょっとあんまり悲しくなるから行けないって感じで行かなかった、うん、次にここに行ってから、うん、そういうことについてちょっと、そういえばそのさっきおっしゃってた井の頭公園の像もそうだなっていうふうに、うん、なんか意外と普通にいるんで、あのそれが別に普通で彼らには問題ないだと思ってたけど、うん、まあ、結構考えてみると、うん、だこれとの差がほんのちょっとの差かもしれない、うん、日本の動物園も劣悪環境のところにいる子たちもいるから、はい、けどさすがに日本はそのある程度そこのルールを守らないと、うん、もう動物が輸入できなくなるのね、そんなルールがいっぱいあって、うん、受け入れ体制がちゃんとできてなかったら、うん、売ってくれないから、さっき同じような話を、そういうこともちゃんとね、うん、そう、あ、私それを知らなかったんですよ、たったさっきまで知らなくて、うん、まさか、え、日本でそういうのあるんですかみたいな、うん、結構普通に動物園に子供が行ったりとか、まさかなって、うん、でもそういう環境だったんだなっていうのは、そうなんだ、うん、まあ、日本中回ってみてやっぱ本当に雲泥の差がある、動物園によってね、うん、日本の動物園の入場料が安すぎる、あ、そうなんです、ひどいとこ300円だから、ね、え、300円すごい安いですね、ロンドンなら3000円だよ、それはちょっとね、若いカップルがさ4時間も5時間もイチャイチャしてられるのによ本当ですね映画1本1800円だっちゅうのね、本当ですね、動物の命であれって、ね、そうですよ、けど、うん、あのすごい難しいところで、それは動物園ってあの公益団体っていう、公益団体というか、まあ、市とか県とかが運営してる方が、はい、多いよね、うん、でそれって市民の税金からやってるから、 あまりそこで利益が上がると市としてはなんか面というか、はい、面目みたいな、税金も出してる、税金も出してる、儲かっててみたいなことがすごい難しい、もう本当になんか誰のためなんだっていう話になってくる、それなんか生き物の命を挟んで、そこをちょっとそうちゃんとね、僕は入場料しっかりとって、そうですよ、ね、せめて映画代ぐらい分は ね、 そうですよね、もらってもいいじゃん、そうだって子供ただにしてあげてんだから、これはいいと思うんだけど、そうですよね、うん、で僕はそのせっかくだからちらっと僕の写真も、すごい楽しみですよ、動物園を回って撮った写真を、ピーチっていうソフトで見ると簡単に見れる、野生とは全く違う、ちょっとだけ待ってね、押せばこれがなる、すごい見やすいこれをこうやって見ると、これどこですか、これは沖縄の、これがアグーブって言って、の沖縄特産の豚なの、はい、でこの子はイノシシで、あ、違うやつダメな気がするんだけど、これイノシシなわけ、はい、でこの子は彼女のことを大好きみたいで、ずっと後追いするんだけど、まあそんな余計な話でそういういろいろ恋心がこんなのがあったんでちょっと面白かった、かわいい、でマレーバク、うーん、かわいい、そう、だゾウもこうやってその砂場の環境とか砂浴びとかもするのね、でそういうのがいろんな条件を満たさないとダメになる、すごいすごい、しまうままでいる、そう、かわいい、不思議ですね、そう空間がね、はい、だけどこう日本の動物園意外とこうどん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 手が入ってきて、敷地があるところはなるべくそういうふうに、はい、こういう整備しだしたんだ、こういう石ってさ、はい、シマウマは飛び越えられるんだけど、うんうんうん、キリン越えれない、え、
あのちっちゃいのも、あんまり足長いそう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 、だからバランス壊して倒れちゃうから、だからか本当にキリンをあの動かさないようにするのは簡単な、そうなんですね、すごい可愛いですね、そうで、ライオンだってさ、もうちょっとこのここの動物園の名前はなんだっけな、これは戸部動物園っていう、あの愛媛の動物園で、はい、だから人間がこう生活感を覗いてる状態になるような環境づくりが、こう全ての動物園ではないけど、こうやってみんな努力して作り出して、はい、結構なんか普通山っぽい雰囲気になってますもんね、かわいい、そうなの、ね、ダチョウと一緒にいたいし、いいですね、うん、すごい、ここも結構広い、サイの数も多いしね、1,2,3,4,5 見えてるだけで5頭いるからね、なんか広いとちょっと安心します、そうそうなの、だからよかったみたいな、すごい大きいな、長い、そうすごい、多分だいぶ長いんだね、初めて見た、オラウータンの環境はあんまり良くないけど、オラウータンは接して見てるとすごいね、なんかテレパシーで喋れるんじゃないかと思うぐらいな時がある。さっきの写真でも、はい、そうですね。ちょっと目があって、何言って聞き返したくなるような目をして、目がすごい印象的ですね。わらび。わ、こんな普通にいるんですか？いる。これでも檻とか、檻とかここに溝があって、はい、これは大阪の天王寺だったと思うけど、あ違うか。これは日本平動物園だ。わ。コンクリートね、コンクリートだけだとやっぱきついよね、これ布切れで遊んでるのね、はい、けども環境がちょっと硬くて痛いでしょ、ですよね、どこに移動してもそうなの、同じっていう、これはちょっと面白い、あの豊橋の動物園だけど、はい、ピンク色なのこの子が、象が、あカバがで向こうに本当柵とかプールとかっていうものだけの差で、一切縦の檻をなくして、すごい広い草原の中にカバがいて、シマモがいて、キリンがいてみたいなことが、すごい広いんですね、そう結構広い、すごい綺麗、ここを通すのもいい、まあ、かわいい、かわいい、こういう遊び道具の方がちょっとホッとするよね、ああそうですね、うん、ぶら下がってられてる子がね、オラウータンね、ぶら下がってるのがすごい、ああ猫みたい、ライオンもこれは檻の中に、そう自然界ではありえない、これも広いよ、あの宮崎の日、あの宮崎にあるフェニックス動物園、はい、うん、これ2頭いる、うん、かわいい、なんか緑がある時の安心感ちょっと、うん、そのどの動物も本当にその緑があることだけですごい安心する、うん、本当ですよね、うん、それが本来の姿ですよね、向こうに見えた桜島ってここ鹿児島にある動物園で、はい、噴火すると灰が降ってくるらしいんですよ、ここまでですか、ここまでのものすごい、これ多摩動物公園っていうところにあるんだけど、はい、奥多摩にあるんだけど、このねこの窓ガラスがあるこの枠があるんだけど、はい、ここ人がいっぱいいるわけ、うん、あそこに映ってるけど、あ映ってます、ね、でこの子の檻は死ぬほど広いね、このここの左側に、はい、あの小山があるぐらい広いわけです。なのにそこにみんな暮らしてるんだよ。そこでみんな佇んだり、はい、日向ぼっこしてるのに必ずこの辺りでみんなを見てるやつがいる。だからねこっち側が見られてるんですね。何なんだろう。多摩動物園、多摩動物公園のその檻、そのチーターのところ本当に。広くて緑が豊かで、確かにそっちに行っちゃいそうですよね、そう繁殖もしてるらしく、子供と一緒にいじられたり遊んだりしてるのもいるんだけど、ここで監視するようにみんなを見てたやつがいる、これも玉だと思う。
んな、そう、すっごく広い、知らなかったです私。ぜひ多摩動物公園行ったらなんか、はい、ちょっとホッとするホッとしますかね、うん、あの日本にあるサファリパークのモデルになったところなんで、うん、あ、そうなんですか。まずはここでライオンバスとかが走り出して、はい、あ、そうなんだ、知らなかったもう動物園親父みたいになってる。いや、いいですね、ちょっと安心しますね。けどなんかいろんなこう劣悪だったり良かったりって環境の中でも、うん、その子たちがこう暮らしてる感じがやっぱりちょっとによって、うん、そのなんかこうなんだろうな、ほっとする瞬間がいっぱいあって、あ、それはいいですね、まあ、そうなの、だから辛いだけじゃなくて、うん、やっぱり動物園行くと子供たちの笑顔があって、はい、そうわーって盛り上がって、うん、わーって人がいっぱい集まってやーって騒いでるのを見ると、あ、君たちいい仕事してるねって思うのね、彼らに対して。で真逆でさっきのバタと一緒なんだけど、はいはい、ぜひ人がいない動物園あるよ、たまに。ああ、そうですね。で、いやー、ほんとなんか仕事したいのにできてない感じがして。あ、逆にですか。そう、動物たちも ここで暮らしてることが、うん、そのものが仕事をしてるんじゃないかと思う。うん、あ、もう使命的な感じですね。で、で彼らは望んでここに来たわけではないだろうけど、うん、もう美味しいご飯食べれて、うん、死ぬ危険がなくて、うん、例えばキリンだって自然界だとせいぜい10年から15年ぐらいしか生きてないよね。だから動物園で生きるのは20年から25年生きるから、やっぱりその平均年齢の話なんで、はい、ちっちゃい時に襲われたり食われたりする子が多いから平均年齢が自然界では低いんだろうけど、うん、すごい、ちょっとそれを聞くとまた考え、まあ、新しい考え方ができますね。ひとえに全部が悪いとも思えないし、そうですね、じゃあどういう形であることが動物園として美しいかなとかいいかなと思うところにみんながなんとなくなればね。はい、そうですね。動物園いっぱい見てると、あ、人間社会と一緒だなと思う。みんな囚われてないつもりかもしれないけど、囚われていて、はたから見ると、はい、で幸せじゃないと思い込んでる動物もいるし、どこで暮らしていると幸せと思ってそうな動物もいるわけ。ああ、そっか。なんかそれぞれ、そう、それぞれ人みたいですね。うん、まあ人間の都合とかで移動させられたり、はい、狭いとこに入れられたりっていうことはあるかもしれないけど、もう本当に変な話だけど、夕方4時になるとみんな部屋に入りたがって、それはでも日々の流れが、家のゲートがあってさそこにの前でみんなうろうろすんの早く中に入れろって、仕事みたいそうそうそう、仕事から帰って家に帰るみたいに、キリンなんて全然寝ないからどこにいたっていいと思うんだけど、はい、やっぱりこう家に入りたがるんだよね。あ、じゃあ別なんですか。なんか安心するんじゃないかな、やっぱり狭いところとかの方が。あ、確かにこう身を守ってる感じ。そう、夜の間とかの安全な感じというか、そこはなんかもう本能なんですかね。なんかそこに慣れてるからか。そうなんだ。なんかじゃあそのずっと檻にいるわけじゃなくて、うん、そのこういう広いところにいるわけじゃなくて、ああいう中に入ってるのね、夜は。ああ、けどそうですね、この子たちはもうゲートがすぐ近くだからすぐ入れるだろうけど、うん、やっぱりでっかい動物とか、はい、クマとかみんなそうだけど、もう夕方4時になるともう自分の家の部屋の入り口が分かってて早く開けろよ、早く開けろよってずっとこうやってる。意外ですね、ちょっと結構面白い、知らない一面が。それはでも行かないと分かんないですね。そう、これなんかさ学校の校庭で飼ってるみたいな感じでしょ。そんなひどすぎるこれ多分あの岡山の池田動物園っていうところなんで。あ、岡山なんですね、うん、こう暑いから噴霧器で水蒸気がバーッと出て、その不思議な日よけのネットとかしてくれてて、これズーラシアかな。うーん、こ
これ広いでしょ。広いですね。高知の野市動物園ってとこで、うん、そうすごい広い。本当に広そうですね。なんか、うん、日本じゃないみたいな雰囲気。そうけどこれ夕方だと思うよ。あ、帰りたがってる。これ入りたがってる。こんなに動物がいるんですね。いっぱいですよ。意外ですね。本当に。あとね、目が合う動物と全く無視するやつといる。何が合いやすいか。なんでだろうな。次に行こうと思っているところとかあります。動物園で、はい、あの宇部動物園ってところがリニューアルしたらすごく良くなったという噂を聞いたんで。はい、何県ですか。山口県。山口県、ああ山口ですね。うん、山口は、ね、徳山っていうところに一個行ってて、はい、で宇部に行くか徳山に行くかって天秤にかけて。残念ながら徳山に行っちゃったから、はい、まあいいかなと思って行ってなかったんだけど、はい、なんか風の噂でウベがいいんだったっていうからあ、じゃあ行かねばですね、行ってみようかなとは思って。あとは海外。うーん、はい、海外だと、まあ今のところ取りには行ってなくて見に行くだけなんで、ね、はい、この間台湾に行ってきて。ああ、そうなんですか。台湾も結構大きくて、台湾もすごい力います。います、います。結構ほとんどいろんな動物いましたね。あったかいから飼いやすいんじゃないかな。あ、でもそんな感じがちょっとします。日本は結構気候がそうそうですね。心配。春に北海道行ったんだけど、寒そうだったもん。寒いですね、やっぱ4月とか5月だったけど4月だっけな。もう象なんて毛がないからね、いきなり肌でしょ。ちょっとかわいそうですね、ちょっと霜焼けとかしそうだよね。うーん、なあ、うん、まあもう切りないで写真見せたらね、私はそう見てます。そう、もう一周しましたね。一周しました。こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。でせっかくなんで、もしかして描いた絵があったら見せてください。そ、はい、それ生で見ながら描くの。見ながらと、まあ、ちょっと写真見ながらもあるんですけど、普段はペインティングで結構こうなんていうんですか、2メートルぐらいのやつとか描いてたんですけど、まあ、それも動物で、今回はあえてこのちっちゃいノートでドローイングをして展示をするっていう。なるほど。ちょっとエモーショナルな感じで、強い決め手とあんまり明るい感じではない。なんか私はちょっと動物いいね。こんな感じです。上手。あのなるべく早く、あ、その感情を書き込む感じなんだ。っていうか、もう、まあ、できれば1分以内でキュレーターを書いた方がいいと思ってます。なるほど、そうだよね。もう可愛くしたいとかも殺しても、なんか感情も気持ちになって書くっていう、こういうのを今はすごい書いてます。いい。ちょっとなんか真逆なあれかもしれないですね、うん、動物の見方というか、私はパタ動物園に出せるそうなのかもしれないですけど、これを300枚書いて、うん、この展示するんです。2018年の2月にタイで。トラいいね。あ、本当ですか、ありがとうございます。さっきの痩せ細ってばこう読んでるのに、
仕事です。ちょっと見なかった。ちょっと怖い感じですけど。なるほど。はい。マンドリルは怖くていいと思うよ。怖い感じですね。全体的に。ライオンみたいに強いんで。ああ、そうなんですか。集団で襲うんだよ。怖い。私一回野生のタイの島で見たことあります。本当ですか。はい。あ、じゃあ危ないですね。怖いですよ。確かに何匹かでいますか。うん、6匹ぐらいかな。ちっちゃい子供とお母さんみたいな。こういう感じで描いてます。あー、いいね、はい、ありがとうございます。鳥ですらちょっとエモーショナル感じてしまう。展示で目を重点的にコンセプトに入れてすごく目が印象的だ。ありがとうございます。私自身結構動物っぽい性格っていうか、結構自由奔放でなのでちょっとなんかお互い感じられるものがあるんじゃないかっていうところも踏まえ、私なりの解釈で書くという、その、まあ、そこから。いや、いいな、はい、それに手がついてくるんだからいいよね。いや、でも写真がちょっと撮れれば写真もいいですね。いや、写真の写真で伝えられるってことは、まあけどそのエモーショナル要素が逆に薄くなる、うん、なりがちだから。写真はそうなんですね。リアルが映りすぎるから。ああ、そっか。そう、僕らが持ったそう、あの、はい、感情が乗りにくいっていうかね、うんうん、まあ上手い人は乗せていくんだろうけど、はい、乗せにくい。どうしてもこう複写したり、はい、あのコピーしたりしてるようにしか見えないじゃん。だから僕らはやっぱり普通に撮ってたんでは多分それがあのエモーショナルなもの要素を乗せれないっていうかね。じゃあその周りの雰囲気含めたりとか、やっぱりちょっと手加えたりとか。ああ、でも絵で言うと目だけすごい強く描いたりとか、うん、そういう感じですね。そうですね。写真って誰でも撮ってるけど、でもすごい難しい。なんかプロの方はすごいなって思いますね。そうなんだよね。そうなんだよね。俺高校の時は絵を描いてたんですよ。あ、そうなんですか。で、あまりも上手いやつが横にいたから、はい、私もちょっとやめようかなと思ってそれで一回挫折しました。なんか絵の上手い下手いが分かんない時期に、なんかあまりも絵を描くやつと一緒に並ぶとダメなんだよね、はい、私も高校生の時に同じような気持ちになったことあります。そうなんだ。だから今思えば全然良かったじゃんと思うんだけど、うん、あの写真みたいな絵を描くやつがいたり、こっちにはもう線が、はい、まあ、定規で描いたのっていうような線等で影をつけていくやつとか、はい、結構高校生までには本当に面白いのがいっぱいいたの周りに。じゃあ結構特別な環境だったんですか。美術部じゃなくて、はい、デザイン科だったのね。だから高校でですか。高校でだから、こう頭の悪い絵が上手いやつが集まった。絵が好きな。そうだからあの美術のこととか分かんないけど、うん、絵が上手いみたいな。美術って何って油も何もやんないから、うん、やるのはポスターカラーで描くだけだし、うん、であとはデッサンでしょ、はい、友達の教科書が絵だらけ。もう気持ち悪いよね。美術部には多分ないと思うんだよね、あんまり。逆にですね、逆に。そう、あの友達の教科書見るともう字読めないぐらい絵を描いてる。ノート取るのもあの地図とかも地図をめっちゃ描くけど内容分かってないみたいな。そんな感じ。そんなやつらばっかりね。であまりにもみんなちょっと器用にうまいし、ちょっと僕はもうちょっとなんか、ね、うん、違う方がいいかなと思って写真撮ったら、はい、このスピード感が合うかなと思って、その1分で描くとかってことができたらもうちょっと続けたかもしれないけど、なんかそのアドバイスはすごいいいかも。
カソもすごい速かったもんね。ああそうなんですね。の速さってちょっと大事なんだって最近。もう速さすごい。だからあの人もうパパパパパッてスワーッと書き上げるんだよね。すごいスピード感あるピカソ。なんかやっぱり速さで書くかちょっと考えるかどっちかなのかなってちょっと思いました。あのそこは僕はね、まあ、今は分かんないけどそれで話がその話がね、すぐ脱線するのごめんね。はい、私もです。ランニングの話それであのそうなんです。その今話してた動物園からの返事になっていう話、うん、なったっていう話の、うん、今回初海外個展なんですけど、実はずっと東京で あの活動してて、うん、今回ご縁があってタイで個展することになって、今ちょうど1週間前ぐらいですかね、ちょっとクラウドファンディングを立ち上げまして、うん、なるほど。そうなんです。やっぱりちょっと一人だけではあの、まあ、費用の面とかいうのは負担できないってことで、まあ、それもあり、まあ、その話からあのなんていうんですか、今日ここまでお話できる機会まで来れたっていう。そうか。クラウドファンディングは、はい、なんかこう目標とか、はい、あのまあ、金額じゃなくて、うん、もうこういうことをやりたいとかっていうことを、はい、どこまでどうやるっていうのは何か青写真っていうか、あ、一応あります。まあ、その、まあ、単純な経済的な面と展示をするにあたって、うん、あと、あのよく聞かれるのがその動物園ってやってると、うん、動物を私解放したいっていうふうに、ん、あのテキストで結構、うん、あのファンディングのページにも言ってて、うん、まあ、でもそれをみんな、え、本当に解放するしてどうなるのって言うんですけど、あ、それは、動物は解放したいの、私は自分の中でその動物を飼うことによって動物の目を解放したくって、でその動物をちょっと話が難しいな動物を解放するんじゃないんだけど、その展示をすることによって動物を、人の気持ちを変えることによって動物が解放されるんじゃないかっていうところで、その展示を成功させたい、完璧に成功させたい、まあ、一応決まってるんですけど、うん、っていうのの目標と、まあ、あとその、まあ、でそこで終わったらちょっと続けないと意味がないんで、うん、その次に活動を続けて発信力をより強くするっていうための目標を立てて、今ファンディングをやってます。はい、ちょっと話があれですね。すごい下手ですね。いやいや、あの聞きが下手な、下手なんで。全部も聞き出しきれてない。書くのはいいんですけど、話すのが私ちょっとあれですね。余計な脱線はいっぱいするけど、大事な話からできないという。難しいですね。難しい。だけどそのタイでの展示でのクラウドファンディングで、はい、こうそこに参加してくれる人には何が、ああそうですね、結構そのファンディングが日本の、うん、日本からしかちょっとできないファンディングなんで、うん、来てくださってどうっていうのはちょっと内容には出てないんですけど、うん、そのそれぞれその個展に結びつけたギフトのお返しとかはあります。それぞれ、はい、それぞれ、そうですね、うん、まあみんなその、プランとか、はい、こう思いにどこまで賛同してくれるかだから、あ、そうですね、その思いの、そのさっき今聞いたけど、もうちょっと詳しくというか、こうそれに乗りたいと思わせる、そうですね、なんだろうな、みんなはタイのその展示には行けないかもしれないじゃないですか、ちょっと難しいですよね、うんうん、バンコクに行ける人たちだけしかそれに参加してくれないんだと、やっぱり
足りないだろうし、はい、かといってそのそこでやそんな遠いところでやる個展に対して、うん、じゃあ 何がこうその感情としての思いだけでもいいけど、どこにどう、別にボランティアじゃないから、はい、なんかこうガードハンディングとして、そう、会場がどこだとか、はい、どの辺にあるとか、はい、その説明がなかったですね。あ、そうだ、これもう閉じちょっと待って、これを閉じちゃいます。あ、これ閉じるか、はい、あ、そう、これも閉じますか、はい、ありがとうございます、はい、あ、一応ですね、そのプランがあるんだ。あります。打ち合わせしてなかったらね、そういう話ですよね。何を聞いていいのか本当に分かんない。マジか、すいません。とりあえず喋ってって言われて。ですね、この動物たちを300枚描く予定でした。うん、300枚ですよ、はい、それは、そのより一層動物の気持ちを強く人に伝えるためで、大きい作品とか作らない。このサイズで300、はい、よりリアル感を伝えるための馴染みのある紙で、新しいんですけど、うん、まあ、ちょっとその私みたいに、社会的な内容を打ち出したい人、コンセプチュアルアートが主に取り扱っているみたいな人で、中身こんな感じ。これ前回やってた展示なんですけど、ちょっとあの一瞬すぎて理解できるに出てきちゃったんですけど、まあ、この下にある布とかも展示の一部というか、うん、かなりコンセプチュアルな、うん、でこの手前には映像があったりして、うん、こういうちょっと攻めた感じのギャラリーです。私がやるときはこの壁が4面あるんですけど、うん、そこに300枚全部あの埋めて、人が来た時に動物の目があることによって、人が動物園に来た時にその動物の目があることによって、人が動物園に行った時に動物を見るんじゃなくて、動物が人を見てる空間を作り出すコンセプトです。脚立を置きます。登って見られるように。あ、上にもあるから、はい、で脚立はあの鳥が止まる木みたいなイメージで、人が登って、なるほど、まだ人が動物になってるようなイメージになる感じです。ちょっとこれでプランのちょっと説明が、私自身 の挑戦としても結構新しくって、うん、今まではその結構ファンタジックな絵を描いて、うん、ビジュアルでこうわーみたいな、かわいいとかちょっとかっこいいみたいな感じだったんですけど、まあ、今回強いコンセプトを言って、まあ、若干インスタレーション的な感じにして、こうコンセプトを強く打ち出すっていう。説明が
が。できて いないかもしれないですね。ちょっと。ネット見れるのかな。インターネット。ファンディングのなんか資料みたいなものは、はい、ここでパッと見れる。そうです。ちょっと今。幕開けさんっていう会社からやってるんですけど、じゃあ、はい、ね、ぜひみんなに応援してもらってこれね、最後の方はちょっとくれない。そうね、いや ここだけちゃんと伝えればいいと思うけど、そうですね、はい、うん、あの、もう一度あのここに入っていくには、あ、そうですね、クラウドファンディングサイト幕開けさん、幕開けさんのローマ字で幕開けですね、幕開けさんから三田タモリで、三田タモリ入力していただくと、はい、もう一回トップのページをトップを見せて、そこになんか全部書いてあって、はい、こちらで、ここでですね、67日間、はい、67日間目標までちょっと、もうちょっと遠いですね。頑張りましょう。彼女が制作にね、打ち込んでいる皆さん応援してください。はい、今日はどうも、はい、ありがとうございました。自分の話ばかりしちゃって、ああ、とても、それが聞きたかったんです。